昭和18年の5月。うん。で、それが気象班でしたね。そうそうそう、気象班。大和の気象班へ乗ったのね。それはね、第一艦橋の上の防空指揮所。うん、7倍のメガネを与えられて、見張りをする補助をやれと。その敵の飛行機なり魚雷が来て。そうそう、魚雷が来て、ヤシの実が一つの、浮いとっても報告をしろよと。発見すりゃでかい声で報告をすると、艦長が3メートル向こうには艦長がおる。艦長が聞いて処置をしてくれる。そうだね。またいい船だったな。彼女なんちもんじゃないぞ。彼女じゃない。いい船だったよ。すべてがいいの。船そのものもでかいし、設備もいいし、食べ物もいいし、船の空気もいいし、下士官兵将校との中の融和っていうかね、明るいだ。そこへ持ってきて、艦長は何代の艦長だった知らんが、わしの父親と大体同年齢だがね、神様だね。あんな人はないよ。実際の戦闘にも参加されたと。そう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 、離陸海戦。あの時にはわし自身も右手と右足へ爆弾をもらった。爆弾の断片をもらう。それからわしの横におったやつは顎から顔へかけて断片だもんで、一発即死だったね。わしは右半分が血だらけになって、抱きかかえてデッキへ寝かすまでの命、ヤマトに乗っておったっていう、わずか2年くらいのもんだけどね、この90年の人生の、まあ、大半地っていうぐらい未だに頭の中に残っておる。